はい、今日も日本の未来を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川本慎一郎です。旧統一教会、まあ私は統一教会と呼んでますけれども、この統一教会をめぐって、地上波のテレビだったり、まあいろんな人の SNS を見ていても、まあ両角度からいろんな、まあ両角度というかさまざまな角度からいろんな意見が出てますが、そもそも私たちが考えなければいけないのは、そういうカルト的な集団に対してどういう枠をかけていくか。統一教会がイエスとかノーではなくて、さまざまな団体があって、その一線を越えるとはどういうことなのかってことを議論していかなければいけないのに、もう突っ走ってる人たちが多すぎる。世の中の影響力のある人たち、テレビでも。でもそれって僕はこの日本の未来を考えた時に方向性が違う方向に進んでいくんじゃないか。あるいは今例えば統一教会が悪いというふうな雰囲気があるならば、今のままですね、何事もルールを作らないでいけば、第2の統一教会、第3の統一教会必ず出てくる。これって全くもって非効率なわけですよ。なんかそんなことを今日は皆さんと考えたくてですね、動画を撮っていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。またチャンネルを訪れたのは初めてという方、チャンネル登録していただいて、書きにコメントいただきたいと思います。皆様からいただいたコメント、すべて目を通した上で次の配信制作提言につなげてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また動画を見ていいねと思った方、いいねのボタンを押していただけると励みになりますので、よろしくお願いいたしますということなんですが、特に思ったのがね、この動画って29日月曜日の午後5時に撮ってますけれども、27日土曜日の TBS 報道特集を見た時に思いました。でその時の記事もデイリーの方で配信出てますんで読みますね。膳場貴子アナ断罪、合同結婚式は教団による最たる人権侵害、報道特集で統一教会の実態に迫るというタイトルです。フリーアナウンサーの膳場貴子氏が27日放送の TBS 報道特集に出演、政治家との関係性が問われている旧統一教会について、合同結婚式は人権侵害の最たるものと断罪した。この日の番組では合同結婚式に参加した経験を持つ元信者の女性らを膳場アナが取材、教団の実態に踏み込んだ。まとめとして膳場アナは、合同結婚式はこの教団による人権侵害の最たるものだと思った。教団はカルト的な思考回路によって信者が辛さを感じない状態に仕立てた上で、見知らぬ人との結婚によって心身ともにリスクを負わせるわけです。人によっては取り返しのつかないほどに人生を破壊されたというケースもありますと印象を語ったと。その上で現在与野党の国会議員が統一教会との関係性を指摘されていることに対して、旧統一教会に深い関わりを持ってきた政治家というのは、そうした人権を無視する教団と深く関わってお墨付きを与えてきたということを改めて申し上げておきたいと思いますと厳しく指摘したと。またキャスターの金平茂樹は、日本の政治家たちの弁明を聞いていると、政治家の側に旧統一教会の思想信条に通じるものがあったんじゃないかと指摘、知らなかったとか認識甘かったというのは非常に卑怯な言い流れとぶった切ったという記事になってるんですが、最近のそのテレビ地上波に対しては、やっぱりその統一教会を叩く、そしてイコール政治家、自民党が多いかな、叩くというふうにつながりがあるからいけないんだ、私のとこにもさまざまなメディア、あるいは街場歩いてて、今日月曜日ですけど土日もいろんな人たちに会うと、統一教会とどうなんだ、大丈夫かみたいな、こんな話繰り返されてるんですね。でこれはそもそも安倍元総理が、銃殺をされた犯人が山上容疑者だった。山上容疑者は統一教会によって自分が不幸になって、関係なら安倍晋三という人物を殺さなきゃいけないと思ったという話の流れに乗ってるんですが、合同結婚式は人権侵害というふうに膳場さんは断罪をされましたけれども、合同結婚式に行くまでの過程をしっかりと見つめていくというのが今大事なんだと思うんですね。で特にフランス の, そのカルト対策みたいなものを真似て日本にも必要だというのは、紀藤弁護士あたりはよくテレビ出て言ってますけれども、今例えばその暴力団対策をどうしていくかとかね、暴対法とか、あるいは暴力団を排除していく暴排条例みたいなのがありますけれども、暴力団と接点があったらアウトなわけですよ。それ何人もアウトなわけですよね。政治家なんか当然もともとアウトですけど、例えばゴルフ場に暴力団が偽名で行ってプレーしたらアウト、ゴルフ場アウト、そしてホテルもアウト、便宜供与になる。だからもう暴力団と付き合ったらダメですよ、そういうルールがあったから、みんなそういうふうにならないように常にいろんなアンケート、あなたは暴力団の関係者じゃありませんかってこうアンケートチェックとかをしないと止まれなかったりする、そういうふうにルールになったわけですよ。統一教会がひどいひどいとテレビが言ってる、ワイドショーが言ってる、何年前から霊感商法だ、壺売ってる、なんだこうだって、みんなが今こう街中で言ってますけれども、でもその宗教法人が行き過ぎた行為をしたとしても、これが例えばその今言って暴力団のようなですね、法律がない以上線引きが難しいんですね。反社と付き合うの、誰だって反社と付き合いたくないですよ。
でも反社の定義っていうのはよくわからない。だからそうすると、私は今 大至急大切なことは、そのカルト対策をどうするかって、フランスのようなこともそうだろうし、ある程度のその線引きで、本当にですよ、その訴訟、刑事的な訴訟があるとか、逮捕状をいっぱい出してるとか、いろんなこう事例が積み重なってきたときに、これは宗教法人なんだけれどもアウトな団体ですよっていう取り決めるようなルールが必要なんだと思うんです。ところが宗教そのものに対しては、その宗教法人を設置する宗教があるってことに対しては、これはもう憲法で認められてるから、いきなりダメですよっていうことにはいけない。で、逆に一方にこの一人一人信者信徒の側からすれば、信教の自由、あのどんな宗教も信じていいという自由がありますから、そこはあの脅かすことができないわけですね。でも合同結婚式まで行くってことは、ある程度その教義を信じてそこに乗っかって、でそれで突き進んできて、まあ合同結婚式に至ったとするならばですね、当然合同結婚式によって今不幸になられた方がいる、でそういう事例を持って善馬さんお話をされてるんですが、合同結婚式によって幸せになってる方もいらっしゃるでしょう。その2世の方も、まあ、それは不幸になった方、あのハッピーと、私は、まあ、実は実態はよくわからないけれども、まあ、どっちもいると思うんですね。そうすると合同結婚式は人権侵害だってここでバッサリ断罪するということは、その本来的なその宗教に勧誘されない、あるいはカルトが広まらないようにするためのルール作りの本質を見えなくするわけですよ。誰だってそうですよ。合同結婚式なんて、私不幸になりましたっていう人のね、主催を受けてこんなこと聞いたんだから合同結婚式は人権侵害ですよって、みんなそこだけ見たら言って、そうだそうだって善馬さんよく言ってくれたってなるけれども、善馬さんや、あるいはテレビというその電波を使ってですね、多くの人たちにメッセージを発信していく人たちだからこそ、影響力のある人たちだからこそ、だから合同結婚式になって不幸になった人もいる、だけれどもそこに行くまでの間をどういうふうに埋めていくかっていう議論をしなければ、私はね、今回のこの合同結婚式が人権侵害という断罪したことについては、逆に私はその他者の権利をですね、侵害する極めて問題発言だと思うんですね。どう見たって、周りから見てたって、そんなアホなとか、え、そこ行くみたいな、別に統一教会に限らず、いろんな宗教とかいろんなグループを信じてる人たちいますね。でそこにお金をかけてる人たちもいるけれども、いくら僕らがおかしいと思っていたって、その人が信じちゃってるんだから、それはダメですよって言って排除することの方が、実は信教の自由を脅かすことになり、実は人権侵害にもなりかねないということだと思うんですよ。だから私はその個人の責任もある程度ある、個人の責任はあるんだけれども、それを超えて悪さをしようとする人たち、ダマからかそうとする人たちに対しての規制をかけるルールが必要で、このルールはどう限ったで、ルールを決めた以上、これを超えたらですね、宗教法人だろうが、どんなグループだろうが、みんなアウトですよってルールを作ることが先なんですよ。善馬さんみたいに合同、そうだ合同結婚式やってるからダメだ、だって合同結婚式やってる宗教団体って他に、私は知らないですよ、統一教会以外ね。そしたら合同結婚式だけのやっぱり統一教会は悪いんだってなっちゃうじゃないですか。悪い人たちいっぱいいるんだから、その人たちを全部線引きして守るっていうのが、影響力のあるテレビでメディアで喋る人は我々政治家の仕事だと思うので、もう一度原点に立ち返って、私たちはどういうルール作りをすべきなのかってことだと思うんです。でその上で一歩踏み込んでるんだったら、その政治家は、なんでそういうことになってるんですか、ちゃんと説明してくださいっていうことも必要で、今言われているように、そのいや過去の霊感商法がどうだったとか、壺がどうだったかっていろんなこともあるし、あるいはその理念がどうだって、金平さんですかね、その報道特集の中で、全面的にサポートしてるんだって、いや実は隠してる、曖昧だみたいな言い切っちゃってますけど、それもどうかわかんないですよ。僕いろんな政治家見てますけど、統一教会に限らずね、そこに有権者がいて、それは1人だろうが2人だろうが100人だろうが1000人だろうが、有権者がいるというところに顔を出すのが、これは自民党だろうが何々党だろうが、どの党だろうが、政治家選挙をやる人たちの僕は習性だと思うんですね。でそういうその政治家をやる人やろう、立候補する人たちの習性を全部なかったことにしてですね、そこに行ったらみたいな、その金浦さんの言い方っていうのも、ちょっと世の中に対しての世論誘導がひどすぎるんじゃないのかなと思います。だから私はこうやってチャンネルで冷静に皆さんに呼びかけて、真っ当なメディアを作り上げる、真っ当なメディアを作り上げれば、必ず真っ当な政治家が一緒になって切磋琢磨して、多くの皆さんのために仕事をしていく、汗をかくことになると思うんですね。だから
こういう今のような世の中だと、どんなにその統一教会のことを聞かれてちゃんと喋ってたとしても、いや違うと思うと、私はいや過去から見てるけれどこの人の言ってること怪しいんだってジャーナリストや識者が言っちゃったら、テレビ見てる人たちはそうだそうだこの人怪しいんだってなるじゃないですか。だからしっかりと私はかあの説明をされてる政治家がたくさんいるわけで、それ与野党問わずいるんだから、ちゃんと話を聞いた上でルールをどう作っていくかってことが大事だということで、本質を見失わないようにというのが今日のテーマでお話をしてまいりました、今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。皆様のコメント書きにお待ちしています。